はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はちょっとした雑談会になります。なんかね、ちょっと面白い記事があったので、シェアしていきたいなと思ってます。で、中身何かっていうと、病気ってなんで存在するのっていうところですね。まあ今ね、コロナの騒ぎだとかね、それからまあ花粉症とか、あるいは、ちょっとまあ時期過ぎましたけど、やっぱり風邪とかね、インフルエンザっていうのが流行ってくるような時期があって、まあ、夏風邪なんか引いたらちょっと長引いたりとか、まあいろんな病気ってこう世の中に存在しますよね。で、素朴な疑問じゃないですか。そもそもなんで病気って存在するのっていうことなんですけど、まあこれはね、なんで人間って病気になるのとか、人間はなぜそもそも存在するんだろうな。いきなり哲学的な話になっちゃった。じゃなくって、病気って、そもそもなんで存在するのって、誰もが一度も考えたことがあると思うんですよね。いや、もうこんな苦しい思いすることなんかもう一切なかったらいいのにって思いながらも、でもやっぱり風邪ひいちゃうとかね、中には望んでもないのに、癌になってしまったりとかっていう、まあ重い病気にかかっちゃうっていうような人もたくさんいると思うんですよ。で、今日はそのざっくばらんに病気の原因っていうものをまとめていきますので、それを紹介していきたいと思います。で、病気の原因として今回見つけた中で挙げられているのは、以下この6つなんですね。人の健康っていうのは進化に無視されている。それから体の防衛反応が病気であるっていう誤解。それから遺伝と環境のミスマッチ、他の生き物との群核競争、両立が難しい、そして進化の自転車操業っていうものですね。はい。で、それぞれ、どういう中身かっていうのを見ていくと、生物がそもそも進化する主な理由って一体何なのっていうと、今の環境により適していくためと、それから、まあ、遺伝子、まあ、子孫、を残すためなんですね。この2つが大きな理由なんですよ。で、進化の優先順位、要は今の環境に適してかつ子孫をたくさん残していくためには、まあ、子供を産むことと子孫を増やしていくことっていうこの大きな2点っていうのが優先順位として高いので、健康のこととか幸福に関しての優先順位っていうのは非常に低いんですよ。とにかく遺伝子を残すことっていうのが大事だっていうことなんですね。で、これって IT 化にも同じことが言えるんですよね。人間の生活、まあ我々の生活って特にここ10年20年でめちゃくちゃ便利になったじゃないですか。もうあらゆることのスピードっていうのが上がってってますよね。で、 IT ツールを発達させてスピードも上がったんですよ。一方でその IT ツール、例えばスマホとかそういうのが使いこなせなかったりとか、スピードが上がったがゆえに仕事なんかで言ったらどこでも仕事ができるようになったじゃないですかね。テレワークとかね。だからいつもせかされているの状態になってしまったんで、ツールの進化に人の健康とかそれから幸福も追いつけてないんですよ。で、その結果今どういうことが弊害として起こっているかっていうと、とあるデータによると、ありがたいって言ったらあれなんですけど、まあいいデータなんですけど、日本の自殺者っていうのはここ20年くらいで年々減少傾向にあるんですね。ピーク時と比較すると年3万人以上を自殺されてた方が今1万人ほど減って2万人くらいになっているんですね。一方で精神疾患に関しては実はこの20年ほどで、20年ほど前はまあ250万人くらいいたのが、現在は2倍近く、もう470、80万人だったかなっていう患者がいるんですよね。はい。で、まあその人たちが仮に全員仕事ができないくらい重い病気だっていうことだったとしたら、単純に250万人の労働人口っていうのが減ってるっていうことになるんですね。これ恐ろしいデータですよね。で、進化っていうのは当然時代の流れにおいて必要なものなんですけど、そこに健康とか幸福っていうのを並走させるためには、それを使いこなすための努力をする、 IT ツールを使いこなすための努力をするのか、ある程度これはもう使えなくても仕方ないっていう風にいい意味での諦めを覚えるのか、覚えて踏ん切りっていうのが重要か、まあどっちを取るかっていうところですね。うん。これが、人間の健康っていうのは進化にとっては残念ながら無視されていますよっていうお話です。それから二つ目が、体の防衛反応っていうのが病気であるっていう誤解なんですね。まあ、例えば風邪をひいた時なんかっていうのは熱が出たとか頭痛がするとかっていうんですけど、これだけで病気になったって誤解するパターンだったりするんですよね。単純に、興奮して、なんか楽しいことがいっぱい起こった、その疲れがどっと出ているだけなのに、それで熱が出たから風邪だみたいなね、判断をしちゃうとか、そんな感じなんですよね。で、これについては、実はウイルスとか疲れを取り除くために体が防衛反応を表しているだけなのに、病気だって勘違いして変に
バファリンみたいなね、薬とかを使ってしまったりすると、まあ、その副作用みたいなのが出てしまって、逆に長引くことっていうのがあったりするんですよ。で、例えば泥棒が逃げているっていう最中に、まあ、どっかの部屋、家に空き巣が入りました。で、泥棒でなんか現金取って逃げましたってね、早く使い回らなくちゃいけないのに、その犯人じゃなくて警察を抑えてしまってるみたいなね、警察を抑えてしまったがゆえに犯人が逃げてしまって、結局犯罪が長引いてしまったんじゃないかっていう、もろ公務執行妨害ですけどね。うん。で、その病原が一体どこから来ているのかっていうのを把握して、まあ、医者の判断も受けながらどうすべきかっていうのが決める必要があるんですよ。だから、素人が独自の判断をすると、さらなる痛い目に遭っちゃうんじゃねっていう。だから、病気じゃないのに病気にしちゃう行動を取るとかっていう可能性があり、あるから気をつけましょうねっていうことなんですね。それが誤解の話です。それから、遺伝と環境のミスマッチっていう話なんですけど、進化とね、環境の関係を伝えておくと、進化っていうのは比較的ゆっくり起こるんですね。我々の脳っていうのは実は今のホモサピエンスとかになった時からそんなに対して進化してないって言われてるんですよ。それこそ20万年くらい経ってますけどね。で、一方で環境の変化っていうのは前触れもなくなんか突如起こることもあるんですよ。例えば恐竜なんかっていうのはほとんど絶滅しましたけど、隕石が急に降ってきたりとかね、氷河期が現れてきたりとかって環境は一気に変化したんですよ。でも恐竜っていうのは1億年以上、まあ、2億年近くですね、まあ、地球を蹂躙しながらも彼らの形っていうのは大きく変わっていったわけではないんですよ、ね、で、まあ、進化はしたんですけど、一部は鳥やワニのように、まあ、地上で、まあ、もう地上で暮らすのが難しいんですよ。もう寒いし隕石降ってきてボコボコになるしっていうのね。だから地上で暮らすことを諦めて鳥、空とかワニ、水みたいな感じで暮らすように適用していたっていうことなんですね。で、じゃあこれが人間で考えるとどんなミスマッチが起こってるのかっていうと、例えば糖尿病とか虫歯っていうことが一つ挙げられるんですが、もともと人の体っていうのは食料が少ないギリギリの環境で生きてきたんですね。だから生きていける分のカロリーさえ摂取できていれば OK みたいな状態だったのが、現代のように捨てるほど食料に溢れた環境の中だと、どうしてもカロリーを摂取しすぎてしまうんですよね。で、中でも糖を摂取しすぎてしまうがゆえに糖尿病っていうのが起こってしまったりとか、それから虫歯に関しては歯っていうのはそもそも砂糖とか小麦がない環境で進化してきたので、糖が多い食事を処理しきれるほどの体制っていうのが今我々できてないんですよ。だから甘いものを食べた後に歯磨きをしないままになっちゃうと虫歯にやられてしまうっていうことにつながっちゃうということなんですね。で、ここは食事の量とか中身に注意すれば案外、まあ、避けられる可能性は高いんじゃないかっていう話ですね。だからミスマッチはなんとかできますねってところです。それから他の生き物との群核競争っていうことなんですけど、まあ、ちょっと難しい言葉ですね。まあ、我々もそうですし、他の生物もそうなんですけど、生きていくためには他の生物よりも強くなくちゃならないっていうところがありますよね。で、その方法っていろいろあるんですけど、例えば人間だったら頭の良さと、それから道具を使うことによって生き抜いてきましたよね。で、生物の中にはその力とか頭脳とかいろいろある中で、他の生物に寄生したりとか依存することによって生きる動物っていうのもいますよね。もうそれこそ微生物とかウイルスとかですね。の、その中でも、まあ、自分たちが生きていくために、その受け入れ先の、まあ、人間とか生物とかが生活に支障をきたすような、なんか、まあ、病原菌みたいなの持ってるケースもあったりするんですよ。それが、まあ、病気を引き起こしているっていうことはあるんですけど、まあ、ここはね、生きていくための争いっていうところなので、我々が負けないための抗体、いわゆるワクチンとかっていうのを作っていくことによって、それを摂取していくことによって、もう常に戦っていかなくちゃいけないっていうところなので、ここはもう本当に、医療の最先端で戦っていただいている方々にも感謝しながら、そしてその恩恵を受けるっていうのが一つ手になるかなと思います。それから両立が難しいっていうことなんですけど、よく聞く言葉で、まあ、何かを得るためには何かを捨てなければならないっていうことが言われます。で、進化においてもこれって起こることなんですよね。例えばワニなんかっていうのは、水中で早く泳ぐための水かきとか大きい尻尾とかは手に入れることができたんですけど、足は短くなったんで、その元々全身が恐竜ですからね、恐竜って足長いじゃないですか。ただ地上での歩くスピードっていうのは足が短い分スピード下がってしまった。これがまあワニの泳げるけど歩きにくくなったっていう、得たけど失ったっていう話ですね。それからクジャクに関しては綺麗な羽でメスからモテモテになるんですよね、オスね。で、
外的にもモテモテだから子孫を残せる可能性とともに死ぬ確率までアップしちゃったっていうことですよね。そして人間はどうかっていうと、例えばなんですけど、貧血になりやすい人っていうのは、実はその蚊による病原菌のそのマラリアにかかりにくいっていうような、実はなんかそういう差があるらしいんですよね。だから特定の病気を防ぐために別の病気にはかかりやすいっていう、諸刃の剣の作りになってたりするんですよね。だから風邪予防だけしてたら、他の病気も防げるかっていうと、そうじゃなかったりするんで、だから皆さん自身のその体の作りが、どんな病気に弱くて、どんな病気に強いのか、じゃあ弱いところ守るっていうの必要があるっていうことなんですけど、まあそれってできるんかなっていうところですよね。カルシウム不足とかだったらカルシウム取って骨強くしましょうとか言いますけど、病気に関してこれってどうなんだろうなっていうところではありますね。それから進化の自転車操業っていうんですけど、これって何っていうと、環境の変化は激しく進化はゆっくりということなので、環境が変化してても進化が追いつかないから、一から環境の変化に適応していくための能力を作るっていうのが追いつかない可能性っていうのがあるんですよ。だから今我々ができることとか、今持っている部位を使って適応していくことしかできない状況があった時に、代表的な例としては椎間板ヘルニアとか骨折になったりするんですよね。で、何かっていうと、もともと人って四足歩行だったんですよ。今ね、両手も使って歩いてたんですね。で、それが二足歩行ができるようになったがゆえに、背骨を強引にグイッと引き伸ばしたんで、脊髄、要は背骨を守るためのクッションっていうのが飛び出やすくなったんですね。それ飛び出てしまうと、とんでもない痛みを発してしまうんですよ。ね。だから、二足歩行という適応することができるようになったけれども、それに対応できるだけの進化が追いついてないから、怪我しやすくなったっていうことなんですね。それから骨折も同じで、もともと我々は木の上で生活してた生き物だったんですよ。で、長く歩くための進化っていうのがまだ足に関しては追いついてないので、ダメージが蓄積しやすいんですね、足に対して。ね。だから骨折したりとか捻挫したりとかっていうのが、まあ炎症として起こるっていうようなことなんですね。はい。で、これっていうのは、まあちょっとしたザクザクが、的な話ですよね。で、病気がなんで起こるのかっていうのを知っているか、まあ、それを知らないかっていうので対処できるできないっていうのも、まあ、多少は変わってくるんじゃないかなと思って今日シェアをさせていただきました。で、まあ、人生100年時代ってもうずーっとここね 3、4年言われたりとかしてますけど、まあ、ただ長く生きるだけではもう辛いだけじゃないですか。ね、健康的にもう99歳ギリギリまで生きてぽっくりと行くためにも、病気について知っておくっていうのも、まあ、悪くないかなと思って今日お話をさせていただきました。病気についてね、こんな6種類のことがあるんだなっていうことを皆さんに知っていただけたら、非常にいいんじゃないかなというところです。ということで本日の動画以上でございます。また次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。